こんにちは。今日あんまり酔ってないから。酔ってないです。おざす。なんかね、いろいろお聞きしたいことがまあめちゃめちゃあるんですけど、なんか人生語っていただいたじゃないですか。まず一つね、率直に思ったのが、その時代の背景とかもあって、その聞いですか。元々ヤクザをやってるんですよね。なんでヤクザになったのかっていうのを僕一応聞きたい。はい。四国で生まれ、徳島で生まれまして、はい、女ができまして、四国で生まれて、徳島で生まれて、ね、はい、で僕の親父が、はい、宮崎に行ったから、宮崎、はい、で、四国で僕も行ったんですよね、はい、お父さんについて宮崎に行った、で向こうで中学3年から高校1年、ね、はい、までやって、あと中大ですね。でそこから、さ、まあ、行ったじゃないですか。でそのヤクザになろうと思った理由は何なの？ヤクザ嫌いやった。嫌いやった。格好つけてね。はいはい。で大阪に出てきて、はい、大阪何歳の時に？大阪に出てきて16、17。16、あ、16。高校中退になって。高校中退。で西大に来て。高校は何で中退になったの？喧嘩。分かってるやん。持ってくるせないよ。いや、こんなんや、番長が。柔道部やな。番長、番長。偉そうに言うから。偉そうに言うから番長。で、うちの親父の持ってたんや。はいはい。そうそう、言った時に、はい、やめてくれって、もう切れちまうんだよ。番長。こっちゃうで。はい。いくぞ言った時に、手切ってね。番長。止めて、切ったんやな。はい、切ってんやで。ほんで、先生に言われて、京都に言われて、大学やね。なぜ ?Why?上司、上司出てきました。で、自分は、カルテが好きやから。英語の先生、カルテ。ほんで、梅田の、阪急百貨店に来ました。阪急百貨店。カルテ好きなのに、阪急百貨店。はい。極人カルテの本があったよ。はい、極人、はいはい。8000のね。はい。それを。8000円するんですか？応用摩擦。多いから、上下ね。で、その時に俺、もう変なもん戻ったわけ。はい。医者ごろくん。電光となんかこう、はいはいはい、なんか落ちたらいかんな思って、はい、で本取ったわけね、はい、これ石や、基本石やんか、はいはいはい、だからもうどうでもいいもんで、はい、で落ちたのが落ちたわけね、はい、そしたらそれで警備員が、警備員がちょっとすいません、はい、言われて、はい、でマトリさんと思われたよ、ね、あー、はい、日本とか怖いよ、はい、で言われたじゃん、でそれだけ言われてね、ほんで銃刀で捕まりました。銃刀で捕まった、はい、ね、飛んで行って、ね、それが22の時な、はい、ほんでこっち行きました、はい、こっち行った、はい、ほんでそこの橋本君が日本一の爆芝ね、はい、爆芝、その人と出会いして、はい、で、バンド、はい、言うて、はい、出てきたお前、俺とここ言うて、はいはい、で、行ったんですよ、はい、で、その当時、頭がおって、バンド、うちの、こいつが手を洗ったないで、はい、いや、おっしゃいますよ、言うて、で、その中で喧嘩があってね、はい、で、やったわけ、ほんで、頭、バンドに何か小遣い入れた時ね、あれ100万取れたわけ、頭が。でその時何歳ですか？ 23で100万超えてくれる。わー、でかっ。いや、ブルースリー入ったやろ。はい、ブルースリー、あの時代、はい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 、で100万超えて、今で言う300万ぐらい勝ちした、もっと、3、400万で増えたから、はい、で、おー、勝ちだ、まあ、すごいなーって、はい、じゃあ、俺の兄貴も、はい、まず後でやるかって、また100万超えたやははははって、で、あ、俺の若いするから、はい、で、みんな集めて、5000人で、ま、たら4、5人も集まらないじゃん、しょぼいやつな、でも役立ってええな思ったわけ、あー、そういうの見て、あ、役立ってやれ、バクトやん、バクト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 、ほんで、みんな100人、そこやろ、だから吉川の森とか、あの、思いました、赤とか切っとってよ、いや、全部切ります、切ります、全部切りました、大丈夫ですか、おざす、あー、親父おざす、おざす、ありがとうございます、はい、赤星でございます、この町のボス、はい、誰かおせんかった、はい、まあ、どうでもいいけど、ここで結果的に、そこから
入りました、はい、入って、それからバクトから入ったんです。それからもう消防でね、はい、毎日の給料が最低10万か30万、わあでかっ、1時江戸で100万だ、はい、悪いことするから、はい、悪いことばっかしてたんですよ、ね、よ、はい、相手負けるのに最低出せるで、やりました。で平成8年までおりました、はい、で親分がもう年やから引退して、はい、で2代目継ぎました。2代目継いだんですよ、僕ちゃうよ。あ2代目、あそうか、ただ兄弟ね、はい、でもいいわけやない、みんな役立ちな、はい、国に来るわけ、うちの私も金あるもんじゃん、はい、でさっきのあたらさっき来てもらったら言わはらんやん、でもやめたわね。で僕は四国行きました、青鳥に。その時にね、変なもん持ってました。道具と、道具と、はい、どっか行った。道具と。道具と道具と。はい。とりあえず喧嘩してね。はい。ほんで行って、言うたでしょ。道具が4年。はい。店を俺が1年。コインロッカーに。ほんで。平成9年ね。はい、平成9年。いやいや、で、それで、まあ言えば、もう、創世が入った。入った。で、だ杯を受けたと。受けた。それは、誰の杯を受けたの？その、あと思うのが、どこで入れ墨を入れたんですか？大阪で。大阪で。30年前な。はい。30年前。その、入れるに至って、どういう気持ちで入れたのとか、いや、自分でこう足こう入れたりね、自分で入れたりね、はい、ほんで、あこう竜と桜入れたり、はい、で、うちの家の頭が、今度、はい、すぐ行くぞと、あ頭が、ほんで、一対一やから、ポリシーが上乗ってくるわけね、はい、桜の上にこうして、はい、で、気持ち悪いから来てくれて言ったんで、俺が同伴、同伴で、一対一で働かなくて、なんか気持ち悪いから、で、行って、で、またも何か入れるかって先生に言われたから、で、図から見たわけよ、はい、で、ええなって言うてしまったから、はい、で、1週間目行ったら、バンド様って書いてて、はい、で、入れないじゃないの、綺麗な、いいですか、ほんで先生騙した、はい、俺、自分、隠しよったから、お前のとこ見えるやんな、はい、一応隠しに行ったから、はい、で、先生騙して、先生二段三段とったときはこう言いますよ、はい、そういう人がやってるんですよ、極真だ。2段行ったらまた行こうか、2段終わったら行こう、あ2段で正解だよ、そうっすね、一人見せても知らないよね、まあ、まあ、どうしよう、まあでも、あと もう一つ本当に思ったのは、前回ね体めっちゃスワからしてるんですね、ちょ取ってくれんすか、見たって今切るぐらいやろ、今切るぐらいよ、グーッと出せん、すごいこれマジでやばない、いやマッチョ今ないね、呼吸表、呼吸表、いくら言う、いくら準備ね、このあとね、ここの筋肉って本当大事で、こことかね、こういう水素、ここのライン大事なんですよ、本当すげえなと思って、ね、上腕二頭筋、はい、だから何もないけど、はい、グッ構えたときね、一発でぶち抜く、今もずっとこれでお手本、毎日1時間やってます、1時間トレーニング、うん、どんなトレーニングしてるんですか、僕は腹筋500回旋回、はい、で筋肉回旋回、背筋500回で、足の毛ね、寝てね、うん、でも喧嘩最強っすね、本当思いました、まあ、一応組んだ時に、あ、体めっちゃ強くエネルギー感じたんで、あ、ほんとこのおっちゃん強いなと思いました、やっぱりね、こう、脳が切れんやけど、やっぱり負けたら終わりやねん、はい、負けたら終わりし、おでんか、はい、シャパズのおでんか、なんかおでんか、はい、おくるやで、お前のこんな流れで言うとるけど、キャン言ったら終わりね、キャン言った時はすみませんって書いて、キャン言った時はね、すみません、普通言ったらええわけ、普通はダメですよ、はい、みんなでも慕われてますよね、僕がね、ああめっちゃ慕われてます、みんな兄貴で、ああみんなね、兄貴兄貴100人言ってくれる、ああやっぱ僕はみんな今苦しい世界、はい苦しい、だって日本100本超えてきて、苦しくて生活の金があったら、はい、兄貴で
くれますやん、はいはい、鍋とか、はい、でも逆にいつお会いした時もみんなになんかご飯食べさせたりとかお酒めっちゃおごってるじゃないですか。あれ本当になんかね、でだからっていや俺みんなにしたい普通にね、お昼働きに行って仕事して帰ってきてみたいな、でそのまあ得たお金でみんなにご飯食べさせてるのもかっこいいなと思うんですよ。お兄貴おにぎりどれどチャンピオン、ちょちょもしよかったらもう一回ちょっと背景見せてもらっていいですか。これはちょっとあげれないんですよ。これちょっとちょっとなかなか手に入らないやつなんで、すいません。これちょっと世界平和のために着てるやつなんですけど、いや今日運動してないからな。いや俺めっちゃデブなんですよ。かっこいいね。おい、ちょっと待って、いやいやいやいいから、おお元アッパーだ。いやいやもっと、いやいやいや、すげえ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 、全然聞けへんよ。いやいやいや、すごいっすよ。おお痛い、もっとやばいよ。何がすごいって、チンポがむっちゃでかいっす。あ、もっと山してるもんね。オッケー。前うっす。前終わった。オッケー、最高でした。すげえな。お理由だよ。今この街に行けるのは誰のためか知ってる？はい、みんなのため。じゃあちょちょ、撮ってくれてる。いただきました。スムーティー、うん、これ使いよう。なんすね、全部ここなんすよ。ここの筋肉がすごくて、ちょっとね、背中めっちゃでかいし、うん、すげえな、うん、でも僕ね、今日はやっぱ、取材させてもらおうと思った一つの理由は、いや今日は車前まで予定やで、俺は。はい、車前は朝から乗るから。でも一つの思うのは、僕こういろんな年代の方いてるじゃないですか。でも例えば60過ぎて70近くなって、でもそっからいろんなこう人生分かれていって、まあ、一番は。こうまあ、最初に、まあ、僕言いたいのは、目が生きてるのか死んでるのかっていうとこが、めちゃめちゃ生きてるんで、そこなんですよ。まあその、時代の背景もあって。くずった岩井の目やろ。いや、そんなことないです。目が生きてるんで。いや、俺、言われるの、みんなから目が綺麗って。あ、目が綺麗です。だから心も綺麗になるんで。うん、そうなんですよ。でそこをなんかこう僕とすれば伝えたいなとは思います。エラのチャンピオン、まあ、やっぱ石井五一恵でこいつあかんなと。あかんねん、まあ、僕はね、もう嫌いな人はもう本当に嫌いなの。いや、ね、あんまり人を嫌いになることはあんまないんですよ。俺もない、はい、でもね、女がおるで、変な女かな、ヤクザの女かな、あんたうちのおっさんに蹴るのでやかましてくるやって、お前なこんなところに飲む金があったら清潔に来るって言うわけだ。俺はいやいや、いいんじゃないですか。でも、はい、ほんまにここで坂田圭司のと面白いのな、坂田圭司さっきおったんすよ。今日でもいいけどな。いやいや、もう俺最下位なのかな。坂田圭司最下位なのかな、はい、もう本当に今日ありがとうございました。これからもちょっといつかやってみましょう。はい、年末僕喧嘩10人抜きあるんですけど、俺セコンドで見とこう。僕打たないんで、もしよかったらこれで、はい、僕打たないんですけど、当ててもらうだけで。よろしくお願いします。で、ありがとうございました。はい、いただいちゃいました。ありがとうございます。僕の動画ね、言えば、犯罪をね、助長するわけで、やってるわけではないので、まずそこをご了承いただきたいなとは思います。あともう一つ自身が、なんていうかな、
いろんな人の人生を辿っていく上で、そこでみんなにリアルに綺麗に伝えたいなとのがあって、僕動画を回しています。僕自身絶対これ言えるのは、肯定することもなく、そして否定することもありません。うん、何がいいのか何が悪いのか自分の中ではまあ、うん、俺が偉そうに、年齢の上の方にまあ、うん、上から目線で言うつもりもまずありません。ただそんな中で。でもね、あともう一つは、人生の背景がある。うん。そのまあ時代の背景があって、その人なりの人生があるっていうのは、まず理解してほしいなとは思いますね。うん、今の時代で、昭和、戦後の時代の背景が理解できるのは、まず絶対できないと思うし、うん。で、高度成長期の時代の背景があって、それを理解できるのは、まあ、できないと思うんですね。うん、そういう中で、その人間をこう否定するとか、うん、肯定するとか、いろいろあると思うけども、そうじゃなくて、純粋にそういうのを、まあ、お送りしたいな、とは思うんですね。ただ、今回俺一番伝えたいのは、うん、一番大切なことは、その人間の、目が生きてるのか、生きてないのかっていうことが、僕本当に最後みんな伝えたいことだったんですよね。うん。一番大切なことかなと思います。うん。いつもけども、お金持つことが幸せなのかよくわからんし、うん。何が幸せなのかわからんけども、うん。やっぱ幸せそうなんです。目が生きてて、そのためにどういうふうな人生を送っていくのかってことをちょっと僕はね、冷静に、考えて欲しいなとは思いました。いや、良かったんじゃないでしょうか。うん、これからもいろんな方をお送りしていきたいと思います。音声が多分聞き取りにくかったと思うんですけども、うん、ただそれをそこから伝わることがあればと思いました。本日はそういうことでありがとうございました。おわっ、関西最大級超大型店舗シンデレラリニューアルプロジェクト始動、共にお店作りをできる仲間を募集。総工費2億円、シンデレラ城をコンセプトとした超豪華大型店、ホストクラブ唯一の天井吹き抜け2フロア、ホストクラブ初となるダンスショータイムもある話題のホストクラブ、それがシンデレラです。シンデレラが選ばれる理由その1、在籍ホスト平均月収100万円。ホストクラブでありがちなのは、在籍した数名だけが売れっ子で、その他のプレイヤーは前借りばかり。シンデレラではホスト一人一人にワンツーマン指導で徹底サポート。採用した限りは責任を持って稼げるまで育てるのがシンデレラです。その結果として平均月収100万円という業を達成することができました。採用条件はやる気とハングリーであるかどうかだけ。シンデレラが選ばれる理由その2、1億円プレイヤーとグループ会長が直接指導。数々の1000万円プレイヤーを育てたグループ会長によるホスト塾でのホスト講習や、1億円プレイヤーグループ統括本部長千堂葵を筆頭に先輩ホストたちが完全サポートするので、高い次元で安定して稼ぐことができます。夜の世界が全くわからない未経験の方も安心して働けて売り上げられる環境を用意しています。シンデレラが選ばれる理由その3、圧倒的宣伝広告費。宣伝広告に力を入れており、新規のお客様の来店数が多く指名客がつきやすい。いち早くお客様に指名していただけるチャンスがすぐにつかめる。なので未経験者でも安心して働くことができます。シンデレラが選ばれる理由その4、総工費2億円の超豪華店内。ウェディング会場を思わせるシンデレラ城をコンセプトとした豪華内装は来た人全てを圧巻。芸能人も多数来店。ホストクラブでは業界初となる吹き抜け天井。働いてみたいお店ランキングナンバーワン、行ってみたいお店ランキング堂々のナンバーワン店舗です。シンデレラが選ばれる理由その5、即入寮可能 3LDK マンション寮完備。職場からも近く、プライベート生活をも充実させる環境が最初から整っています。遠方から何も持たずに新しい生活をスタートできます。シンデレラが選ばれる理由その6、
何度でも体験入店 OK。 1日だけではなく何日も働いてみて自分に合ったお店かどうかをしっかり判断できます。もちろん体験料も即日支給。シンデレラにはその他にも魅力がいっぱい。未経験者から最速ナンバーワンに、未経験者だけの賞金給与制度、運営スタッフの3ヶ月1回昇給制度、有給休暇、毎月連休2回、慰安旅行年3回、3D マッピングの演出、シャンパンコール選手権優勝、などなど、シンデレラにはたくさんの魅力が溢れています。さあ、いかがでしたか？ここまで見てくださったあなたは、もうシンデレラに興味を持ってくれたはず。あとは概要欄からシンデレラに応募するだけです。シンデレラを選んで最高のホスト人生をスタートさせてください。あなたがシンデレラで輝く日を楽しみにお待ちしております。